横山康武明治3年7月27日は、日本の武士、陽明学者。通称は、木三次、元白郎、正太郎。明治新政府の腐敗、悪性を批判して28歳で監視した。森有則の2位。天保14年、薩摩藩士、森友女の4、男として、鹿児島城下の城が谷で誕生する。明治初め、聖刊論。 アイヌ弾圧政策などの帝国主義的政策に反対した人物。安政4年に藩に仕えていた儒学者の横山安姿の養子となり、後を継いで藩に出資し、島津久光に故障として禁止する。明治元年、久光の伊尾越之助の森役となり、藩外での留学を進め、明治2年4月19日より、佐賀の行動館、継いで山口の明林館に同行して、 共に学ぶ。山口藩滞在中の明治3年1月26日、初代解散を伴う山口藩の平成改革に反対する騎兵隊らの一部の大使による脱退騒動が発生する。山口藩初代の脱退兵士約1000人は藩長を囲むなどして反乱、暴動を起こした。安武は翌月に騒動を報告するため独断で越之助を残して、 鹿児島に帰国したため、ひさみつの不況を買って罰せられるところであったが、安武は自主的に森役から退いた。その後、5月に、陽明学を学ぶために上落して、春日千安の門を訪ねるが、千安が近親撤居中であったため果たせず、7月に東京府へ登って、田口文造の門人となり、陽明学を学んだ。7月26日の夜、 自閉塾カ条を挙げた書と生官の日を説いた書の二通の権限書を衆議院門扉に差し入れた後、津判定裏門前で切腹する。発見時の安武はまだ会話ができる状態であり、すぐさま、鹿児島判定に引き取られて解放され、また、切腹の理由などを尋問された。しかし安武は回復することはなく、翌27日の昼頃に没した。 安武は衣装、大坂咲良と、野津静雄に託し、その宛名は、大葉様宛、中島武彦と、安田康彦の連名宛、高島智之助と、田中修造の連名宛、親元宛、島津慎之助宛の補充であった。大葉様宛の衣装で、安武は、西郷隆盛が、反省に参加するのを聞いて、 何も言うことはなくなったとの文言を添えており、安武の西郷に対する全幅の信頼が伺われる。判定は安武を芝大園寺に葬った。安武は当時盛んに論じられていた、政官論に対しては、ただでさえ国内が疲弊している時に、政官などできるはずがないという見解を持っており、その自決には、政官論に対する抗議の意味があった。また、自平十カ条では、 政府交換の満身により、政策が国ではなく個人のために行われており、その内容は、対局観がない上朝礼母会であり、身も苦しめ老狽させていると断じた。さらには、岩倉智や特大寺さねつねは、校の有無を判断せずに愛憎によって判断し、春日坊のごとき、連直のものを、たびたび冤罪に陥らせたと聞いたと記している。 安武は今後はこれらのすべてを公平にせよと上層したのであった。その死は世間で話題となり、それを見た政府は8月10日に大上官から島津田大吉に再資料100円を貸しし、西郷隆盛は明治5年8月に碑文を作って安武を弔い、墓のそばの上りに精神、火を貫いて海に見われ、季節、霜をしのいで天地するという語を書いた。 この横山総二郎は、鹿児島で生まれ、東京の私立学校で、英語等を学び、1885年、札幌農学校に入学して、ホーレスストックブリッジに、知事、1889年に卒業後、北海道庁地質調査員、同校助教授を経て、台湾総督府の技師となる。台湾では、農政全般の実務のほか、ニトベイナゾウの片腕として、 生党業の改良、振興にあたった。1904年のセントルイス万国博覧会では、日本会場内に建てられた台湾館の建設指導に派遣された。日露戦争後、法典で農事試験場と農学校を設立、満州の農事改良と農業技術者の育成に尽くした。ありがとうございます。